お疲れ様です本日のニュースは昨日に引き続きなんですけども補正予算30兆円ですねえっと自民党の要求を総理が丸呑みして官邸については拒めは政権が沈みかねないというね危機感を感じているということでございますということでね財務省の代弁者である岸田総理が自民党の要求をこれね拒みきれずに、まあ、いわゆるね自民党の まあ、政策に勝ったということですかね、政策が勝ったということですね。で、えー、と4兆円ほどの積み増しということなんで、まあ、理想的には50兆円ほどね、やってもらいたかったんですけども、この飲まれなかった20兆円分は、次回の補正予算に全部ぶち込むということで、期待できるんじゃないかなと思います。西田、えー、参議院議院員の YouTube チャンネルでもね、あの、次の補正予算にかける、思いが語られております。まあ、そこで目玉となるのは、やっぱりね、ゼロゼロ融資の面積ですよね。こちらの方がドカーンとぶちかまされるんではないかろうかと思います。これによって、借金を抱えた業者の借金がある意味棒引きになって、生産活動、消費活動に積極的に出れるということなんで、 V 字開発が成り立つなないいかなと思いますまあでもいろいろ言いますけどもね一発消費税を例えばあ1年間に限ってゼロにしますよとか5%にしますよっていうような対策を打ったらどんな経済効果が出るのかってことが分かると思うんですよ。で、えー、翌年に何にするのかってことが分からない状態でいけばやっぱりね10%から5%もしくは10%から0%になったということで消費が 一時的にでも盛んになると思うんですよね。今のうちに買えるもん買っとけよみたいな感じで。それが結局はインフレに繋がって、えー、経済状態を良くするんじゃないかなと思います。肝心なのは、あの、粗らり率ではなく、あらり額の方なんですよね。で、消費税を上げすぎると、消費が鈍るわけですよ。どう考えても。 でも消費税がないと少なくとも今以上に消費活動盛んになりますので結果税収額ってのは上がるのかなと思います税収率ではなくてねやっぱ額発想で見なければ経済のパイっていうのは広がっていかないんじゃないかなと思いますけどもその辺理解できない岸田総理でも鈴木財務大臣でもないと思いますけども一体誰の何にビビってこんなことになってあるんですかね皆さん回答は知ってるはずなんですけども減税もしくは消費税の廃止以外にはないんじゃないかなと思いますけどね